皆さん、こんにちは。ティンダーのミラクーボーイキングトです。今日は北海道のジオパーク、まあユーラシアと北アメリカ、まあプレート衝突してとともにです。これがジオダイバーシティに富んだ地域です。はい、まあ地質はまあいろいろ火山、まあミカサジオパーク周辺アンモナイトが現れます。気候はまあ雪は降りますが、当然寒い地域であり、いろいろ生物されます。アイヌ文化ですね、まさに。洞爺湖のジオパーク、本当に溶岩ドーム群であって、もういろいろ流れ山に立つ寺もあるそうです。まあ、三松正夫記念館、いろいろありますね。道駅洞爺湖もいいですね。おすすめです。これ火山活動、いつ起こるかわからないもんですね、洞爺湖の山の方。あとは、アポイオカジオパーク。これね、北海道のいろんなところであって、まあ、寺がある。あったり、まあいろいろですね。まあ行ってみたいですね。エリモですね。エリモ様に裏が、町がいっぱいですね。北海道にいろいろ。白滝ジオパークは、まあ上白滝、白滝遺跡群、竹入風穴、八号沢露頭、赤崎関山山頂ですね。これはですね、いいですね。貝が見つかりますね。あとは三笠ジオパーク、一番いいところ、石炭もあって、桂沢ダム、原石山とか、三笠市立博物館、これアンモナイトコレクション見れます。山崎ワイナリー、これワインも美味しいですね。これも垂直な感じでございまして、もう山形有朋さん、榎本武雄さんなどいろいろ訪れてるそうでございます。歴史人物、これ歴史的な場所、過去、現在、未来、この3つが成り立っている場所でございます。化石、まあ、北海道のナウマンゾウの化石もあるし、ゾウの足跡も見れます。十勝勝井ジオパーク、まあ、流山地形があって、あとは大島良吉記念碑とか展望台も見れます。これも自然が全別湖というのがあって、宮部イワナ、これね、いい生き物ですよね。はい、あとはエゾナキウサギ、これも聞いたことはあるかもしれませんが、あまりないですね、私には。はい、トカチもいかがでしょうか。というわけで、北海道のジオパークについてでした。バイバイ。